こんにちは。渡辺はじめ作残照僕の傾注記の第34回目です。今日はシルトルまでの2回目をお送りします。ナイロ沢の軍の者らしい倉庫で僕は地下旅を一足挑発した。僕の靴はすでに底が剥がれて小石が入り込むようになっていた。新しい鷹匠は僕に歩く意欲を少し与えてくれたかもしれない。ナイロに近づくと情報があった。集合地点とされている郵便局前にはすでにソ連戦車隊がおり、日本軍のトラックが白旗を立ててそれと向かい合っているという。僕らは市街をずっと離れた駅で、今はもう煩わしい危険物となった武器をまとめて放棄した。僕の場合、ただ校長の軍刀が預かり物なので、捨てるわけにもいかなかった。僕たちは避難民も一緒に線路伝いに南下を始めた。親にはぐれて泣く幼女に、おじさんが連れて行ってあげるから、と、腰をかがめている四重絡みの人がいた。ナイロ川の鉄橋に差し掛かったその時、突然恐怖が僕を襲った。橋架の隙間から覗かれる足元の急流。列車が来たらどうする？ソ連戦車隊に追いつかれたらどうする？この集団が軍隊と判断されたらどうする？このようなことが一塊の恐怖となっていきなりやってきたのだ。自分の姿に驚愕したと言ってもいい。そしてこの恐怖こそが僕を無遊病から正気に引き戻してくれたのではないか。僕はとっさに預かっていた校長の軍刀をナイロ川に勢いよく捨てた。それはかなりの滞空時間を経てから、ジャボという音を立てた。僕はほっとした。もう、エストル中学校学徒戦闘隊員なんかではない。ただの難民である。命令はなくなって、命運がそれに変わった。泊まり岸までずっと線路を歩いて夜となった。駅ホームの砂利の上に転がって眠ったり、場所を変えて近くの民家の床で眠ったりしたが、前後関係はわからない。砂利が布団のように心地よかった。翌朝、これが最後という列車が来た。乗れなければ歩くだけの話だ。僕は家族についても特別心配しなかった。ジタバタしたって始まらない。きっと僕らと同じような状況にあってもみくちゃにされているのだろう。それとももう内地へ渡ってしまったか。どっちにしてもただ流れ流されて大止まりにつけば、あとはあとの成り行きだ。列車には泊まり岸で待っていた人々は全員乗れた。列車は線路伝いに南下する避難民を止まっては拾い、止まっては拾いしながら東海岸を南に下った。軽中生が乗った車両は材木運搬用の無害の貨車であった。硬くて平たい床に僕らはぎっしりと詰めて座った。無害貨物車は最高だった。もう決して空襲のないはずのカラフトの青い夏空。それを不思議な美しいものとして見上げた。大泊まりまで何日かかろうと焦ることはなかった。だが、列車がシルトルの川北に差し掛かった時に僕は驚いた。なんと、この町は無傷なのである。シルトルは僕の生まれ故郷だ。艦砲射撃や
空爆はなかったのか。てっきりエストルと同じく破壊され燃え尽きたものと決め込んでいた我が故郷は、シルトル川鉄橋から見渡すと、まるで戦争の気配も知らぬ平和な佇まいに見えた。ひょっとしたら、祖父母はまだこの地にいるかもしれない。そして、さらにひょっとしたら、シスカに転勤したはずの父と母、それに妹や弟たちも、この度のどさくさでシルトルに集まったという可能性もありそうだ。うがい貨車の上で僕は首を伸ばし、キョロキョロして焦り始めた。列車はシルトル駅に到着した。京中生徒はここで下車することになっていたようだ。駅前は今降りた北からの難民と、これからこの列車に乗り込もうとする群衆でごった返していた。京中はひとまずシルトル一行に収容された。当分ここに滞在ということがはっきりしたので、僕は担任の藤井先生に事情を話した。何はさておき、我が家に向かわねば。町の酒屋の前では酒樽が開けられ、街路のアスファルトは匂い立つ液体で一面濡れていた。自転車は無数に放置されていて、使用勝手次第、そこらには無政府状態の小気味よさが溢れていた。僕は一台ひっつかむと飛び乗り、力いっぱい漕ぎに漕いで、シルトル沢に向かって飛ばした。家は町から数キロ上流、優先橋という景勝地にポツンポツンとある一軒家だ。僕は吊り橋も自転車で一気に走り抜けたから、揺れる間もなかった。今日はここまでといたします。ありがとうございました。残暑、僕の傾注期も残すところあと1回で終了です。ではまた。